ストラーダ F クラス2006年6月発売ストラーダとはパナソニック製カーナビゲーションシステムの相性。それまで松下通信工業が製造していたカーナビと九州、松下電機が製造していたポータブル型カーナビ、デルナビとに分けられていたパナソニックブランドのカーナビが松下電機の社内統合によりハードウェアによるブランドの孤立をやめ2003年より カーナビの商品名を2003年よりストラーダに統一した。2014年現在、パナソニックの社内カンパニーの一つであるオートモーティブインダストリアルシステムズ社が開発を担当している。同じブランドで中国向けもあり、国内仕様との違いは DVDCD 再生機能が省略され、SD メモリーカードに非対応、モニターが別売りなど、リモコンも 販売地域によって反対アザー、反対時に分かれている。OS は Microsoft Windows Automotive。ストラーダとはイタリア語で道という意味。ネーミングにはカーナビの新しい道を開く人と車と道を結ぶカーナビ。マークにはハードから見れば DVD、HDD、SD メモリーカード3つのメディアが交差するユーザーから見ると人と車と 道の中心にいるカーナビという意味がそれぞれ込められている。イ・クラスモデルは、高級志向のブラックボディとブルー LED、またはホワイト LED のイルミネーションというデザインに、多様な AV 機能とカーナビ機能を集結し、それらを高画質、高音質で表現することを目指した上級モデル。本体やカタログには随所に、F クラスロゴを装備、イコール会クラスのみの特徴。 2003年から開始した地上デジタルテレビジョン放送は移動体でも受信することが可能なことから業界に先駆け車載用地上デジタルチューナー TUDTV100 を商品化して発売した。ある最低値の受信レベルを超えない限り鮮明で高画質な受信が可能というデジタル放送の特徴を生かしアナログ放送では解決不可能であったゴーストやノイズの影響で 鮮明に受信できなかったという難問を解決した。また、電子番組ガイドやデータ放送などの付加サービスにも対応し、家庭用テレビと遜色ない機能が用意されている。なお、デジタル放送のハイビジョン画質の映像は、自動的に標準画質のプログレッシブ、またはインターレースに変換され出力される。同社、薄型テレビ、ビエラで培ったピ e a プロセッサー。 D2 接続によるプログレッシブ出力や光デジタル接続により迫力の 5.1CH サラウンドに対応する AAC への対応など高画質化、高音質化を図っている。ストラーダとチューナー同士を専用ケーブルで接続することでストラーダのリモコンでチューナーを簡易操作できる。また運転中にリモコンを操作せずに 同系列のアンセグ放送局や緊急警報放送、切り替わったり、旅行などで自宅周辺から離れ、受信エリアが変わった場合でも、自宅周辺で見ていた時と同じ感覚で系列局の選局ができる。例えば、通常、東京でリモコン番号4の日本テレビは旅行など大阪に行くと、TBS 系列の毎日放送になってしまう。しかし旅行先でも、 自宅のリモコン番号と同じ番号で同じ系列局が見られる。お出かけスキャンなら大阪でも東京と同じリモコン番号4番で日本テレビ系列の読売テレビが表示できる。これらの様々なインターフェースにより操作が困難な運転中でも他チャンネルで機能満載なデジタル放送も家庭と同じ操作性で視聴できることを実現した。また、 2009年モデルでは受信中のエリアを外れで、他の受信エリアへ移動した際でもこれまで視聴していた番組の中継局、系列局を自動で探し出し継続して系列番組を視聴できる放送局サーチ機能を新たに搭載従来手動操作が必要だった放送局のサーチが自動化され中継局や系列局への自動切り替えができるようになった 2010年モデルの DTX600 は視聴中の放送局が受信負荷となる前に予測し、4チューナーのうちの一つのチューナーで中継局、系列局を自動で探し、瞬時に中継局や系列局へ切り替える新放送局サーチを搭載。合わせて手動自動スキャンが高速化された。従来は地上デジタル放送のフル規格である。 ハイビジョン放送の12セグメントのみ受信できたが、高架下などの弱電解エリアや高速走行時では、映像がフリーズしたり、黒画面になったりと、デジタル特有の現象が発生することもある。そこで2006年3月18日より、TUDTV100 の SD、メモリーカード経由によるファームウェアの更新により、業界初となるワンセグにも対応した。これにより12セグメントより、 受信可能な範囲は広くなり、弱電解エリアや高速走行にも強くなるが、携帯端末向けのサービスのため、画質、音質は劣る。そこで、受信状況に応じて、1セグ12セグを双方向で自動切り替えする、地デジを任せ、受信モードにより、常に最適な受信環境を維持。切り替えとき一瞬画面がブラックアウトしてしまうが、 必要時外定画質な一セグメント放送を受信することを防ぐことができる。なお、2009年モデル以降はシームレス化により切り替え時に一瞬画面がブラックアウトする現象は解消されている。ワンセグなら東京タワー周辺の首都高速のトンネル内や5 0トル離れた九十九里浜などでもかろて受信可能。しかし番組表には対応しているが、 データ放送や字幕には対応していない。また、ユーズの自動受信などの大幅な機能追加となった。現在は全機種製造終了。希望小売価格が設定されている機種は発売当時の価格である。この項目上での AV フルメディアの定義は MDDVD ラジオ SD メモリーカードテレビの各メディアに対応していることを指す。2 0 0、mm、トル。 ワイドコンソール用の CNS300WD、H500WD、H510WD、R500WD、R500WD1 は、トヨタやダイハツの一部車種で対応。別売りの AV 一体型ナビ用、汎用ケーブルキットを使用することで、日産やスバルの一部車種にも対応する。また、DSRC 対応機種は発売時期を問わず、 etc2.0 に対応する。太字は、現行モデルである。回、クラス L シリーズ H シリーズミドルクラスオンダッシュ回、シリーズ RX シリーズ RS シリーズ RA。シリーズ機能は、後述の RE シリーズと共通で、あるが、カー用品店限定モデルである。3年間で1回、無料で、地図更新ができる。RE シリーズ機能は前述の RA シリーズと、 共通であるが、無料の地図更新は用意されていない。R シリーズ R シリーズの500系には、ナビ単体に加え、DSRC 車載機と DSRC 車載機、接続コードも同梱し、購入、取り付けた日から、ITS スポットサービスが利用できる DSRC、車載機セットも用意される。Z シリーズ Z シリーズは、車両取り付け時に、専用取り付けキットには、 CA FAC 100D、その他の車種には CA FAC 100D が必要である。L シリーズ L シリーズの SD モデルは別売りの専用ビューティフルキットとのセットでの見取り付け可能でナビ団体、または対象機種以外のナビとビューティフルキットとのセットでは取り付け不可となる。S シリーズ S クラスインダッシュオンダッシュポータブルすでに欧米では発売されていたが、産洋電機の ミニゴリラが成功したことから国内投入を決めた PND。なお、三洋電機がパナソニックの完全子会社となったことで2011年モデルからゴリラをパナソニックブランドで発売し、ポータブルナビゲーションのブランドネームをゴリラに統一することからストラーダポケットは生産を終了した。ポータブル、ありがとうございます。